こんにちは。なかなか香ばしいニュースですよ。えー、これね、なんと言いますか、これ乱行パーティーっていうの <laughs> なんかそれに参加している政治家さんとか偉い人がいるみたいですよ。この年になってもやっぱね、お色気 <laughs> 求めるんですかね。と同時にね、あの、私思うのは、こういったわけのわかんない親父にお金を払えば、まあ、迎合する女性がいるっていうのは、一体どういう ロジックなのかなと思うんですよ。まあでもね、お金ももらえて、こういう人と肉体関係結べて、楽しいわっていう価値観もあるんだろうなと思いますけども、もしかしたらそれが女性全体の地位を下げているのかもしれないですよね。いや、これはね、どういうふうに思えばいいのか私もすごく難しいなと思うんですけど、というのが AV 新法とか出てるわけでしょでも AV 新法とか言って、あの女性を守るための法律を作ってる人たちが、 に、なんで、まあ、相反することをしてるわけですよ <laughs>。これ <laughs>。もうコメントしづらいですね。うん。えっと、これ書いてますね。大仁田氏って誰だろうあれかなプロレスラーの大仁田厚ですかね。あの男塾。あ、大仁田厚だ。何やってんだ記事によれば森氏は2007年6月、当時参院議員だった大仁田厚主催の乱輪パーティーに参加していたというと <laughs>。 大似た寿司も男を下げましたね。<laughs> 何やってんだよ。ね。<laughs> 本当に。<laughs> まあ、その程度の人間ですよ。あいつも。大似た。大 <laughs> 似た。<laughs> お前偉そうにしてて。まあ結局こういう人間なんだよ。大似た寿司は。で、会には複数の AV 女優とキャバクラ女コンパニオンなど、女性7名と森氏、大似た氏を含む男性3名が参加。大似た氏が AV 女優の一人に、二人を遊ばせてやって、と。<laughs> 伝えると。<laughs> 森ャは女性と個室に消えていったと報じられる。そのまま消えてしまえよ。<laughs> 出てくるんな。その後も女性人の服を脱がせようと男性人で脱げ脱げ脱げと煽り立てるなど、ランチ期騒ぎを繰り広げていた。<laughs> もうね、あの、こういうハレム状態をね、あの、アラブの王様だけでやってくださいよ。森ャは同士の直撃に対し。 参加しましたけど、乱痴な会合ではない。<laughs> なぜ女性が脱いだのか、私が解釈することしてないと、お前が解釈しないといけないだろう。<laughs> 本当に洋上際が悪い。<laughs> 目の前に出てこいよな。一発暮らしてやるから、<laughs> 森氏は現在、葬儀実行幹事会の出 <laughs> 席会<機>で <laughs>。奥さんに怒られますよ。<laughs> 国際担当者として指揮するポジションにいますと。 お,まお前が国葬だよ <laughs>。4月末に開かれた国葬の準備会合にも出席しており、ランチ競技にも出席しており。なるほどね。うん、いろいろありますね。まああの国葬は私やってもいいと思うんですよ。莫大ない国費っても国債発行でしょ財政出動じゃないですか。だからこういった国の行事で、どん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 ね、予算が執行されるのは、結局民間にお金が回ることなんで、私いいと思うんですよ。だって、葬儀業者も儲かるし、お花をね、献花するときにお花業者も儲かるでしょ で、えー、報道の人も仕事ができるし、私たちユーチューバーもネタがいっぱい増えるんで、経済動くじゃないですか。だからね、安倍総理の国葬だろうが、この誰大庭雄氏の国葬だろうが、どんどんやりゃいいんじゃないですか財政出動ですよ、これ。だからね、令和新選組の山本太郎さんが、これを反対するのがね、もう完全にパフォーマンスなんですよ。国際発行を進めるっていうんだったら、こういう国際発行のあり方があってもいいじゃないですかね。国の行事にこつけて、どんどん民間にお金を流せばいいんですよ。 給付金みたいなことで受けを狙うからね山本ほん,んですよ9割は好きなんですけどね10%の圧倒的なネックのところがねそういったもう小汚い根性が出てるなと私は思いますよ山本太郎さん山本太郎さん行きましょう誠実に全部あげっろげに NHK 党みたいにえ実際ネット上では森氏や国際国葬に対する怒りの声が集まっているまあ怒りの声も集まってるけど賛同の声も集まってるわけでしょこれはちょっとね一方的な書き方するべきじゃないと思いますよ こんな人間が思想補佐官って国の恥でしょうという。まあそうですね。国は恥ですね。うん。いつの間にか、この日本という国は、どっかの国に乗っ取られてますからね。まあ、ヤマト魂は、本当に、希少人物になってきました。少なくとも、この人はヤマト人間じゃないですね。うん。国賊ですよね、これね。盗賊。うん。えー、国葬反対デモに約1200人が参加。少ね様々な動きがあるか。<laughs> トップの、 十分という追いうちこのまま説明のなく強行実行するのであれば国民の理解とは程遠い国葬ってね。まあでも国際国葬はいいんじゃないですか別にねこの人がプライベートで何しようかそれは別で叩けばいいことであってこの人個人がやったことに対してその国葬そのものをね、うん、なんか拡大解釈して否定的に考えるのはちょっと違うと思うんですよ、うん、だったらこの人が別の人に入れ替わった時にまっさらな人だったらね 例えば女性だったらね土井貴子さんだったら反対できないってことになっちゃうじゃないですかだから何でもかんでもねこうやってスキャンダル持ってきてあの国葬の反対のネタにするっていうのが安っぽい記事の書き方だなと思いますね。いってらっしゃい